けているけれども、退職じゃなくて、やらないんだろうと、よくよく、で、シャツの柄を柄にキラキラで、寂しいとか言っといたら、これちょっとドラマの今合間で、はい、やっと思っても神尾さんの金魚に行ってきたんで、それがもう自然に見えてますから、人が全部そこはなんか僕すごくなら僕に同じあのスキルというかバイブスを感じさせていただいております。はい、はい、でもこれもルーティンです。もう戸田さんのもの何かキラキラ一つ入ってることでテンションが上がるというルーティン。いやね、めっちゃテンション上がりますね。はい、そうだから、まあ、今年齢を伝えましたけど、まあ、普段はもう本当年齢不詳で、まあ、いつまでも若々しいコウさんなんですけれども、はい、大
左目の視神経を圧迫してるっていうことで、だからその時も自分の存在がこれ来週いないのかなっていう、もう本当に生まれて初めての状況で、で家族にも増えない、やっぱりそっからの手術までも笑えなかったですからね。そうですよね。そこで僕の前番組で脳ドックでたまたま受けて発見されたんで良かったんですけども、私ね、それ拝見してた時にね、私はもうそれを経験してたから、ああと思って、でも回答されたかどうかはちょっとよくわからなかったので、今日初めて聞きました。頭の上から耳の後ろまで切りまして、さらに大きかったので、首も切りまして、ボクシー。手術中に破裂してしまう恐れがあると言われて、首も。でそこの首からチューブみたいなのが出てて、それで血を逃がしながらやってて、これは何時間かかりました？6時間半かかりました僕。ああそうですか。はい、まあみんなかかりますよね。私も8時間ぐらいかかったんですけど、その竜が、こんな話大丈夫ですか、長く竜がある場所にこうたどり着くまでの時間ってね、やっぱ開けてすぐ見つかればいい、まあ、すぐのところにあるわけじゃないからね。
ごい説得力がある本だと思うんですけれども、はい、いくつかの層に分かれてますね。そうですね。そんなあの難しいルーティン、毎日の繰り返しだったりということって、うん、もう生活空間の中で元気に健康になっていこうよっていうような、うん、あの呼びかけだったりするんですけれども、うん、本当にもうこうじゃなきゃいけないとか、これがいいですよっていうようなことではなくて、例えばちょっとあの疲れたりとか、一生懸命自分を追い詰めすぎたりした時には、ため息がこうやってくれた、ため息をあーっとついて、よし、やるか、みたいな、そういう風にやっていくと、肩の力も抜けて、なんか違った感覚で見れるんじゃないのとか、なんかそういうルーティンです。よく、ご飯食べたりする時に、いただきますとか、食べ終わった後にありがとうっていうのを、その言葉を毎日つけていくことだけでも、なんか家庭内で気持ちのなあの感謝も含めてですけれども、このいい雰囲気で行けばそれでいいですよね。